76.1インター FL、インター FL、インター FL、リコー e ィングエクスプレス、スレスなるほどね。はい、非常にそのもうデザイン性もいいし、うん、音もいいし、うん、で、そんなに高くないんですよね、俺ね。Not expensive、<Yeah. S 2> Not expensive だよ。これ、あの、下の方の15パー。 1> 1万円で一番上のやつっていうのはこれは電話用なんですねこれでマイクがすごく高いんでこれが2万7800円だけど2種類あって、うん、1 3ミリを使ってるキャラル型のインナーイヤーと、うん、1 5ミリのドライバーを使ってる、うんえー、耳にかけるタイプですねだからおあの静かなところで使うのは、えー、1 5ミリのやつでこれあのー。 ぜひ皆さんもミックスダウンとかでスピーカーじゃなくて今イヤホンで聞く割合の方が高いかもしれない音楽を作ったら確かにそうなんですよねだからイヤホンでミックスダウンしてこれもうハイハットとか裏で消えちゃう音が聞こえますからこれでミックスダウンしてお客さんにもいいヘッドホン使ってくださいとよくあるじゃないですかレコード時代なんかはこの針使わなきゃだめだみたいな書いてある人たちとかいるんですよ。だからそうういののに近くてぜひあ ミスターの方もあのベストリスンバイアトミックフロイドアトミックフロイドのヘッドを使って聞いてくれたら一番いいよみたいなことを言ってくれたら嬉しいですね。なるほどね。それ新しいですね。でもヤホーによって全然違いますからね。そうですね。聞こえ方違いますいます。あの知らないことを知らないのは知らないで終わっちゃうんですよ。You don't know that you don't know なんですね。で聞こえない音はあの聞かなければわからないんですよ。 でいいてしままうと戻れなあ音によって本当に音楽の伝わり方って全然違うものですからね,、うんねうん、感動を呼ぶものですからね、うんうん、なるほどね、あのー、この「アトミック・フロイド」ってど,どこで買えるんですかこれはえっとねアップルストア銀座、うん ップあとはもういろんなところで買えますあの例えばミッドタウンの方だったら、うん、あ,のあそこにイディアさんの,あのアップル、えー、のお店がありますから、うん、あのそこに行かれたり、うん、あとフォーカルのオンラインショップだったり、うん、あの非常に幅広く山田電機さん、えー、ビッグカメラさん、いろさん、えー、いろんなところで買えます。 あとあのヘッドホンの専門店があの数点あると思うんですが、うん、あのヘッドホンだけやってるあのお店さんもあの秋葉原とか大阪にもありますし、うんうん、こういったところのものすごいあの記事がかれててヘッドホンの神様と言われる方々もあの非常にこれを気に入っていただいて好意にしていただいて販売していただいてます。うん ヘッドホンのこう、なんて言うんですか、あの評論家の人。そうですね。いるんです。かえ、あのいらっしゃいますよ。あのそれも多分、あのオーディオマニアの方はご存知だと思いますけど。やっぱりご意見番様いらっしゃいます。で、彼なんかの耳っていうのは、多分普通のストリームと違うんでしょうね。作りが。でしょう。だから、あの判断できると思います。なるほどね。 まあどうしても僕なんかはもうヘッドホンはこう結構こうなんかもう本当その辺で売ってるのを、うん、あのすぐ壊しちゃうしな,、ね、なるほどなるほどあのあれなんですけどこれなんか保証がついてるんですよえっ、ー、とねえっ、ー、と2ユースね2年間、うん あの日本では珍しいいと思います 2>, ああ2年間の保証をつけるっていうことは、うん、やっぱり血栓とか、うん、あと壊れないよと、うん、でこれあの実はもうあの結構な数を販売してきているんですけど、うん、あのほとんど あの問題ないです、ただあの問題ないです、うん、まあこんな言い方したらいけないんだけど、うん、あの確かにですね、えー、こういう製品ですから不良っていうのもあります、うん、血栓で落ちちゃったあのとかですねそういったお話はたまにあります、でこれあのー、ケブラーで作ってあることもここの中の構造もあの非常に重厚に作ってあってそういったことがないように作ってまますですでからまあ2年保証っていうのは、うんうん、まあ 1年ちょっと経って壊れるあの設計をされる会社さんもいるわけですね、うん、要するにそれでコストを下げられるからこういう部材でいいじゃないかという責任をえ半分にできるアトミックはまあ2年間責任を持ってあ,のあなたのミュージックライフをあのサポートしますよという製品になってます。なるほどね、はい 特に昔の音楽っていうのはコストすごいかけて作ってたから完全なもう管楽器入れたりですねオーケストラみたいなセクション呼んできたりやってましたから「We are the world」みたいなものが聴くといいですねあれは非常にみんなのスケジュール合わせて急にレコーディングされたものでただ出てるミュージシャンも歌ってる人たちも半端じゃないのでああいう音楽を聴くとおおこれ新しいじゃん。特になんか 百貨店でもどっかでラジオで流れてたりしますよねモノスピーカーで聴いたりする場合が多いそれが脳に焼き付いてるでもこんな深い音楽だったのかーって感じになると思います今はねレンケンパークとかね今のオーディオ環境に合うように非常にうまく作ってる音楽があると思うんですよ。 でも U2 とかもそうだけど、うん、あと、まあ、ニューガーナはちょっと違うかもしれない U2 なんかは、まあ、あのエッジのギターとギャジェットでリピートしてループしてそれを流してくるっていうのをやってますけど、うん、あれも音がまた残ってる音が こここんんなに残っっててたたののかいいううう聞えりすするでよねヘッド使あとあンケンパークも「あここでもフェフってダビングしてる」とか「今まで聞こえなくてあこういうことしてんだ」とか「分かったぞ」とか音楽を解析する時にもちょっとコピーバンドをやってる方とかなんかはこういうので聞くと「あ分かったよ」今はね YouTube で指がどう動いてるか見れちゃったりするんだけど僕なんかの時代は耳で拾ってたんで。 でどうしてもやってもバンドやっても同じ音が出ないっていうのはその辺にあったような気がするんだよね。なるほどね、うん、あとはだからさっき見せてた t u n e w a r のこのクエストなんかは、はい、ファッション性と、うん、あと SS の耳をつけてるんですよね。うん、4つ入ってるんですよね、うん L MS と SS まあ女性の方に合うようにとかファッションステートメントしてでっかい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 スワロが真ん中にボンと入ってるなあの人の耳光ってるよみたいな感じなんですけどこれもこれも韓国のドライバーを使って作ってるんですけどこれも非常にいい音しますあとちょっと前になるんですけど我々これ販売してるアニメも販売してますよもちろん価格帯がもう少しお安い中でいい音っていうと V モーダーっていう会社のものをやってるんですね これもあのグッドデザイン賞2008年、えー、いただきました。ですからこういった我々のヘッドホンとの取り組み、あと SA6 というですね、えー、ヘッドホンスピーカーオーディオっていうのもあるんですけど、はい、これはバラバラになるんですね。<laughs> あのー、あのー、ヘッドホンがヘッドホンがバラバラになって、うんえー、中に入れるチップとかをコントロールすることによってハイローのチューニングができるヘッドホン。ああなるほどなるほど。ほどだからスピーカーでねチューニングできるものはありますけど、そうそうそれができるものもやってます。 それも興味深いですね、これも自分の趣味に合うからね、僕はアトムフローリいいいい言ってるし、万人の人も今言ってくれるようになってるんですけど、やっぱり音っていうのは、いや、今、フランシス言ってることね、ちょっと違うんじゃないのって、自分の会社の広告してるだけじゃないのってなっちゃうんだけど、音って人によって全然やっぱ違うかもしれない、それを、ポスビリティを提供するのが、可能性を提供するのが、こういった製品ですね。 あとアイポッドケースも作ってます。最近では発表したのはこのフィンランド。フィンランド人のデザイナーでフィンランディア。 っていう製品でこれはのウォールペーパー壁紙もあの iPhone の壁紙も同じものを提供してて、うん、えと iPhone の待ち受け画面もケースも同じ模様になったりあとは Mac のデスクトップもあのうちのサイトでフリーで TuneWare、うん、のサイトになりますけどダウンロードできるようになってます全部これ意味があるんですよあのヌップとかアイカとか非常にかわいい名前で、うん、フィンランド語ってパピプペプポの世界なんですね、うん、で日本人にすごくなじみやすい発音で、うん、全部涙とか、うん、あの炎とか まあいろんな意味があるんで、これもあのフォーカルのサイトもしくはチームウェアドットコムのサイトで見ていただければと思います。すごい可愛い,いケースですね。すねこれ、ねえー、ホームページ、うん、www. フォーカル .co.jp というこのフォーカルポイントコンピュータっていう会社は、はいうん、あのどういうものをこう。 あの出しているフォーカルポイントは、まああのー、20年間やってる会社なんですけども、うん、絶えずアップルの、えー、周辺機器ですね、うん、ですから、あのー、大型のストレージでロジックとかオーディオスタジオ DAW 組むときに使うような、うんあのー、16TB とか 32TB のハードディスクもやってますし。うんうんうん あのこういった iPhone のケース、うん、まあビッグカメラとか、ヨロバシさんとか、山田電機さん行っていただければ、壁でうちの製品ずらっと並んでます、うん。でやっぱり信念を持ってやってるんで、うん、あのディストリビューターの仕事もしてますし、フォーカルブランドの商品も少しですけどありますが、TuneWare <laughs> ていうのは僕のブランドなので、これもあの扱ってます。なるほどね いや今日は非常に面白かったです。そのイヤホンに対してちょっとまた今まで思わなかったようなものに見えてきましたね。うん、えぜひ詳しくは w w w f o c a l c o j p をチェックしてください。今日はフォーカルポイントコンピューターの CEO、えー、フランシス秀樹さんと一緒にご紹介しました。ありがとうございました。Thank you. Thank you.